まあ、ここがちょうど竜をアメリカ大陸を竜と見立ててバハの先端が一本の角の消火体、あのバハの消火体がそのこの角ですね、この角の片方がバハだとしたらこちらがリアルデカトルセ、今このいる場所です。この山の奥にさらに大きな山が、まあ、山脈になってて、でそれのこの山の何だっけ、麓、そうの砂漠にこう、そうピヨーテがひっくり、現地の言葉ではひっくりと言います、こちらですね、でこの丸く育ってて、もうこのこういったこれですね、このこういった木の付け根に隠れるようにして、生えています。で私はね、まあ、誕生日、この全宇宙創造主の誕生日として砂漠の中でピヨーテを一ついただいてから、まあ、日本時間11時11分に合わせて、まあ、こちらで言うと9時11分、若い、そのフィボナッチシークエンス、黄金率1、3、5、8、13、21ってこの数、果肉が育つんですね、つぼみというか、でそれが13になるともう何十年100年とか生きている、で21とかになるともう本当に長い最長老様、見た目も最長老様で、まあ、これだからナメック星人なんだなと。で私がいただいて、ここにいるおられるのもデンデ、本当にね、こうデンデの治癒能力じゃないけど、本当に体、記憶、それからその感情とか見えないところ、手の届からないところまで、癒された感覚ですね。でこれからまあ、最長老様を探しに、最長老様はやはりさすがにそのね、その潜在能力、隠された未だ持ってポテンシャル能力をこう最大限まで引き上げてくれるというね、で最長老様はこれずっとこの先にいるみたいなんで、今日ではなく明日または明後日にちょっと、テントと、寝袋を持って挑戦、出会いに行きたいと思います。ではまた。Oh, my God.